皆さんこんにちは。今週も始まりましたワクワクキッズ、七田チャイルドアカデミーでおなじみの七田浩です。この番組では浩先生と呼んでください。今週のテーマは人の話を聞くということです。皆さんは、口が一つ耳は二つというお話を聞いたことがあるでしょうか。これはですね、皆さん誰でも、口が一つ耳が二つあるわけですけど、これは話すよりも2倍聞きましょうということだと言われます。人が話をしていると自分も話したいことがあって自分も喋りたくなるってことがあると思います。お家でね、お母さんがお子さんに絵本を読んであげている時にも途中でお話をしだすお子さんもいらっしゃいます。これはですね、でも絵本を読む時に、質問があったら、あるいはわからないこととか聞きたいことがあったら絵本を読み終わってから聞いてねとあらかじめ約束しておきましょう。そしてお母さんが一生懸命本を読んでいる時は言葉を挟ませないようにしましょう。それを習慣にしているとですね、そのお子さんは人が話をしている時に黙って聞けるお子さんになります。もしお子さんの立場でね、自分が話をしている時に目の前にいる人がよそ見をしたり他の人と話をしたりしてね、聞いてくれなかったらどんな気持ちがするでしょう。きっとね、寂しい気持ちになります。なんで私が話をしているのにちゃんと聞いてくれないかなと。そうやってね、人の立場が分かるようになると人の話はちゃんと聞けるように、自分がされたら嫌だなっていうことがね、分かればちゃんと聞けるようになると思いますけれども、それとですね、一通り聞いて、聞いてる時にですね、少し上の空になったりすると分かったつもりになって実はあまり分かっていないということがあります。例えばですね、教室に今日休んだ人がいて、先生が言ったことをじゃあ帰りに何々ちゃんのうちにお見舞いに行って、そこで先生が言ったことを教えてあげようと、そういうふうな気持ちで聞くとですね、本当にちゃんと聞けるんですね。自分がその先生が言われたことをそのまま伝えようと思うとですね、普通に聞くよりもかなりこう、なんていうんですかね、本気で聞くということができるので、実際そういう気持ちでなく何の気なしに聞いてると、あれ何だったかなっていうことでね、分からなかったりすることもあります。だからね、メモを取ったりすることがあるんですけれども、人の話を聞くっていうことを一度真剣に考えてみましょう。キッズのためのタレント養成所、シャララキッズアカデミー。シャララ TV でのレギュラー番組出演プラス、ボーカル、モデル、演技、ダンスなどの充実したレッスンでキッズの魅力を本気で引き出す新発想のタレント養成所、ついにオープン。オーディションへの応募方法はシャララキッズで検索、フォーム、メール、郵送にて応募できます。できるキッズはここから。シャララキッズアカデミー。プッケとホイミーは魔法使いの卵です。大魔法使いのモジャルカさんのところで一人前の魔法使いになるために来る日も来る日も魔法の練習をしています。ところが、こら、あらあら、またいつものようにモジャルカさんが大きな声で怒っていますよ。今日は一体どうしたのでしょう。ひげを生やす呪文とウサギにする呪文はよく似ているからしっかり聞いておくようにってあれほど言ったでしょ。モジャルカさん、そんなこと言ってないですよ。そうだよな、ホイミ。プッケの言う通りです。私も聞いていません。モジャルカさんは困ってしまいました。だってこの二人いつもいつもおしゃべりばかりしていて、モジャルカさんの話をちゃんと聞いていないのです。だから二人はいつも失敗ばかり。モジャルカさんは大きなため息をつきました。
今日はほうきで空を飛ぶ練習です。早くほうきに乗りたい2人はモジャルカさんが話をしている間ももじもじむずむず。いい？わかった？大事なのは呪文よ。じゃあやってみせるから見ててごらん。ほうきうきうきほうほほほう、とべとべべとべと、なんじゃなほい。モジャルカさんの乗ったほうきはふわっと浮き上がりました。早く乗りたい、いいないいな。プッケとホイミンの頭の中はほうきで空を飛ぶことでいっぱいです。モジャルカさんの話をちゃんと聞いていたかな。ではほうきに乗る前に呪文を10回練習しておきましょう。はい。返事は良かったのですが、プッケとホイミーはいきなりほうきにまたがって呪文をこんな風に唱えました。ほうきうきうきほうほほう、とべとべべたべた、なんじゃるほい。ビューン。大変です。呪文を間違えてしまったプッケとホイミーは険しい山のてっぺんに飛んできてしまいました。どうしようプッケ、怖いよホイミー。ひょーひょー、強くて冷たい風が吹きつけます。近くを大きなくちばしの怖い顔をした鳥が飛んでいます。その時です、山の向こうから誰かが飛んできました。ブッケー、ホイミー、どこにいるの？あ、ここです。モジャルカさん、僕たちはここですよ。二人とも怪我はなかった？大丈夫です。怖かった。二人とも無事でよかった。モジャルカさんは二人をぎゅっと優しく抱きしめました。二人の小さな魔法使いはもう二度とあんな怖い目には会いたくないとすっかり心を入れ替えました。モジャルカさんがお話をしている時はまるで別人のように静かにお話を聞くようになったのです。そうして毎日修行をして二人とも立派な魔法使いになりました。おしまい。元気ズのコーナーです。このコーナーではお家やお外でできる遊びを紹介していきます。はい、ノリノリ先生です。お、ノリス、今日は声が低いな。ノリノ先生。はい、ミゾ先生です。ミゾ先生です。さあミゾ先生、今日はどんな遊びを紹介してくれるの？そう、続ければ今日はストレッチ遊びをみんなと一緒にやりたいと思います。ストレッチ。そう、ストレッチ。ストレッチ、今日は体が柔らかくなる遊びをたくさん紹介するから、ちょっとお家の人と一緒に遊んでみてね。ところでノリノリ先生。はい。ノリノリ先生は体柔らかいかな？ノリノリ先生もうカチカチやね。カチカチ。もうどっちか言ったらね。カチカチで。そう。だから今年はね、体を柔らかくしたいなと思って今年の目標の一つにしてるんだ。じゃあもう、とっておきの今日は回になると思います。ぜひ、よかったです。はい、ぜひお家の人も一緒に、ね、肩こりとか腰痛とかある人は遊んでみてください。はい、ね、ほぐしながらね、ほぐしながら遊んでいきましょう。じゃあまず一つ目。はい、一つ目。一つ目はじゃあ膝と足をぺったんこ。ぺったんこで、足がかかとが床から浮かないように下にデュルデュルデュル、しゃがんでいくやつね。デュルこけないように、そこでこけないように、ノリノリ先生も膝が開かないように、5、4、3、2、1、よいしょ、ね、ちょっとこの辺がね、この辺がくるーでね。くるーで、ね、じゃあちょっとね、次は手を後ろに組んだまま、組んだまま、もう一回ね、でれんね、でれん、よし、でれん、でお前がきついかな。あ、もうきついな。きついよ、友達はそこで大丈夫。5秒数えるよ、せーの、5、4、3、2、
1、よいしょ、あふぅ、ね、もうこの辺が、ね、この辺、でもなんか体もポカポカしてくる ね、ちょっと足も動きやすくなったかな、うん、ね、あ、全然違うね、全然違う、うん、ね、また手を後ろで組むと少し難しくなるから、ね、行けるお友達はかかとが浮かないように下までしゃがんでキープしてみてください、うん、じゃあ続いて2つ目、2つ目、じゃあ野井先生、手のひらをぴったんこ、手のひらをぴったんこ、じゃあ今度は肘をぴったんこ、ほう、じゃあその手と肘接着でしっかり固めて、はい、離れないようにちょっと上がります、でんよ、もうちょっと上がります、こう、うん、もうちょっと上がります、はよいしょ、もうちょっと上がるかな、はよいしょ、さあ行けるお友達はそこで5秒、せーの、5、4、3、2、1、ああ、野井先生、おどうやった、どこがなんかちょっとしんどかった、この後ろの辺がもうほか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 、ね、この後ろが、うん、なかなかね、この上に上げるのがしんどかったと、ね、普段はあんまりこんなね動きやらないもんね、うんうんうん、ね、ぜひお家の方がね、もしかしたら一番しんどくなってるかもしれないので、お父さんね、うんうんうん、この遊びもお友達と一緒にやってみてください、はい、そしてじゃあ3つ目です、3つ目は後ろで背中で手と手を、背中で手と手を握手、握手、すごい、届く、みんなもできる、さあじゃあ一回一緒にやってみよう、いいよ、よいしょ、よいしょ、で難しいお友達は握手じゃなくて行けるところでトントンで大丈夫です、難しいお友達は行けるところでいいんだね、難しいお友達はそう、今行けるところでトントンで、うんうん、なるほど、大丈夫です、はい、じゃあこのまま5秒、せーの、5、4、3、2、1、わあ、じゃあ今度はその反対の手、本当よ、せーの、5、5、4、3、2、1、ああ、さあ野井先生、なんかちょっとやりやすい方やりにくい方とか、うん、こっちはね届くんやけど、こっちがね、うん、やりにくい、なんかこっちが硬いとこあるんやろ ね、きっと人によってやりやすい方やりにくい方あるとか、うん、もう一回最後やりにくかった方を5秒、みんなで数えたいと思います、こっちやな、じゃあみんな手と手をよいしょ、よ、せーの、5、4、3、2、1、あーあーくーってなるよね、今日はちょっとだいぶ体がほかほかと温まってほぐれたんじゃないかな、ね、今からお外に遊びに行こうっていう感じだね、そう、ぜひあの簡単にできるのでやってみてください。ではそれでは解説です。はい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 、はい、はい。今日の遊びはストレッチ遊びでしたね。手と手を合わせて肘回せて上に行ったり、あとは背中でタッチといったたくさん体がほぐれる遊びをしました。ね、これは実はお子様だけじゃなくてお家の方もちょっと一生懸命になってしまったり、あ、なんか少し肩が楽になったなっていう方もいらっしゃると思います、ね、こう今日使ったここの肩周りというのはやっぱり硬くなるとどうしても、ね、悩んでる方多いと思います、肩こりであったりあとは腰痛につながる部分になります、たくさん今日のストレッチ遊びでほぐしてみてください。でこの遊びは実は、ね、この背中周りというのは体の姿勢を司るたくさん大切な筋肉が集まっています。最近ねやっぱりあのスマートフォンであったりパソコンの影響でどうしても前かがみになって姿勢が悪くなってしまうお子様が多いです。
そういった時にじゃあ姿勢を良くしてねって言った時も子供はやっぱりピンと来ないことが多いと思います。ただそれでもやっぱりどん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 子供でも肩や腰に負担がかかってきます。その肩と腰をほぐしてストレッチで遊んであげる、じゃあちょっとつくかな一緒にやってみよう、よいしょーでやったり背中でキャッチしてみようっていう風にやってみると、子供もあ、じゃあちょっと一緒にやってみようかなっていう風に遊びながら体のほぐしにつながります。で現在本当に小学校でもこういった姿勢の測定というのが行われるほど、体の姿勢の問題、ね、子供の姿勢の問題がとても、大切になってきています。この姿勢をどういう風に直すのか、できればお家で遊びながらお子様と一緒にというところがとてもいいのかなと思っています。で、この姿勢のストレッチ、ね、こう上に上げたり下に上げたり、お家の人と競争心、どっちの方がじゃあ高く上げれるかな、どっちの方がこけずにしゃがめるかなといった競争心も煽りながらやると、子どももストレッチですがすごく遊びの要素、おし今日は負けないぞ、明日は勝つぞといった風に競争心も養われます。本当に簡単な今日は遊びなので、ぜひあのテレビを見ながらであったり、ちょっと空いている時間などに行ってみてください。そして体がしっかりほぐれたら、今度はじゃあ大きな遊び、たくさんお友達やお家の方と遊んでみてください。それではみんなこんにちは、今日は美穂先生だよ、よろしくね。まずは魚編のカードを見ていくよ。最初はみんながよく食べる魚だよ。これはタイ。タイはこんな魚だよ。これは鮭。鮭はこんな魚だよ。これはマグロ。マグロはこんな魚だよ。じゃあこれから問題を出すよ。真ん中の漢字はなんて読むのかな。正解は鮭でした。次はどんな魚かな。この3つは魚編だけど魚じゃない漢字だよ。これはアワビ。アワビは貝だよ。これはカズノコ。カズノコはニシンの卵だよ。これはワニ。ワニはみんな知ってるよね。じゃあこれから問題を出すよ。一番左の漢字はなんて読むのかな。正解はアワビでした。みんなわかったかな。面白かったね。次は花のカードを見てみよう。みんなはどんな花を知ってるかな。タンポポ、チューリップ、ひまわり、アサガオ、アジサイ、キク、サクラ、バラ、ユリ、カーネーション、トスモス、ツバキ、パンジー、スズラン、レンゲソウ、シクラメン、スイセン、スミレ、ナノハナ、キキョウ、ツツジ、ヒヤシンス、百日草、アラメ、フジ、ボタン、ダン、ウメ、スイトピン、ハギ、モクレン、ヒナギク、ヒナギシ、キンセンカ、シロツメグサ。まだまだいろんな花があるよ。もっと見てみよう。アザミ、アネモネ、アマリリス、お白い花、オミナイシ、ガーベラ、カキツバタ、カズミソウ、カンナ、キョウチクト、キンモクセイ、グラジオラス、クロカス、クンシラン、ケイトウ、サクラソウ、サザンカ、サズベリ、サルビア、サンシュウ、シャクナギ、シャクヤク、ジンチョウ、ゲスイレン、ダリア、ツイクザ、テッセン、テッポウユリ、ナデシコ、ハイビスカス、ハナビスキ、ヒガンバナ、ブーゲンビリア、フクジソウ、フヨウ、フリージア、ベニバナ、ポインセチア、ホウセンカ、マーガレット、ムスカリ、モモ、ヤマエリ、ラメンダ、リンドウ、ルピナス、忘れなくさ、ワレモコ。花のカードはこれでおしまい。最後は歌の時間だよ。みんなはいいことをしたとき心がピカピカになって、良くないことをしたとき心が汚れてしまうことを知ってるかな。心をピカピカにするにはどうすればいいのかな。今週はパイナップルキッズ1月号の文字言葉を育てる歌から心がキラリを聞いてみよう。心がキラリ。優しい言葉を
使っていると心がきらり。乱暴な言葉はよくないよ。言葉は大切にしようね。元気に挨拶した時にも心がきらりと光ります。待ってる人に変わってあげると心がきらり。一人占めは楽しくないよ。みんなで仲良く使おうね。自分がされたくないことは人にもしてはいけないよ。自分がしたことで周りの人が喜んでくれた時、心はキラリと光ります。いけないことをしたと思ったら、今度は人を喜ばせよう。素敵な人になりたいね。心がきらり。周りのみんながニコニコ、人を喜ばせる人になろうね。このコーナーはこれでおしまいだよ。美穂先生でした。キッズのためのタレント養成所、セナラキッズアカデミー。セナラ TV でのレギュラー番組出演プラス、ボーカル、モデル、演技、ダンスなどの充実したレッスンでキッズの魅力を本気で引き出す新発想のタレント養成所、ついにオープン。オーディションへの応募方法はセナラキッズで検索。フォーム、メール、郵送にて応募できます。できるキッズはここから。セナラキッズアカデミー。次はノリノリ先生と一緒に体操したいと思います。はい、じゃあみんなで元気に踊るぞ。Go, go, 元気せ
はい、今日の体操は京都市の常盤幼稚園のお友達が運動会でゴーゴーゲンキッズを踊ってくれた様子でした。はい、今日もワクワクキッズ楽しかったかな。またお家や外で遊んでみてね。返事は大切。うん、伊豆先生、はい、なるなり先生、はい、じゃあまたね。美穂先生の紹介をします。元小学校の先生で、現在はイベント、トークショーの司会などで全国を回っています。また専門の先生で構成している教室は大阪狭山市、そして堺市の高倉台で教室をしています。幼稚園の先生、保育園の先生、たくさん先生が待っています。留学経験のある先生もいて、バイリンガルで教室は英会話にも膨れ上がるような楽しい毎日です。一人一人の個性を生かして無限の可能性を伸ばす、個性を伸ばしに教室に来てみませんか。教室では幼児クラスをはじめとしてジュニアススーパーエリートコース、バイリンガルコース、音楽コースなど、みんながお待ちしています。楽しい楽しいレッスンお待ちしてます。